お前志望どこ？理学部物理宇宙学科。微妙かったね今の。お前志望どこ？理学部物理宇宙学科。ほう、奇遇だな。俺もだ。これ。いけますこれ。お前俺昨日 3.1 音なん500ぐらい覚えたぞ。何ての見れるんだお前。そんなんやってんの受験当日。いやお前、いやお前何勉強したの。何勉強したの。えフォース断熱変化しか使えねえじゃねえか。お前じゃ数学はどうだろう。俺数学でお前な全範囲お前めちゃくちゃ勉強してたぞ。お前笑っちゃうね。そんなんみんなやってるだろ。はい静かにして、はい、試験やるよ。そんな感じだね。受験の時そんな感じじゃないでしょ。受験やるよ。人生の岐路である受験やるよ。軽い。というわけで、どうも青です。どうもネガです。どうもタクです。はい、というわけで、もう今日はね、関西学院大学の、理学部物理宇宙学科の、二次試験。おお、はい。いやー残念君たち悪いな。今年の医学部物理宇宙学科は定員1名なんだ。いやそいつ入って楽しいんかな。そいつお前らどっちかがあるからね。もういやそうやけど、まあ、今回はね、はい、まあ、視聴者も気になってると思うんですけども、はい、電眼対呼び乗り、はい、どっちがほんまに賢いか、はい、決めたいと思います。なるほど。あんま考えたくなかったけどね。負けた方は、はい、1ヶ月黒板禁止生活です。お前それだけきついわ。お前さ、横浜からわざわざ関西まで行ってさ。あ、まあそうだ。じゃあホワイトボード使ってる人は、はい、油性インキ縛り生活。いや消せんくなるからお前で、まあ、今回ルールなんですけれども、はい、まあ、普通にもう紙面でやるのはちょっと飽きたなと思ったんで。ついに飽きた。ついに、はい、まあ、今回はもう君たちの頭の中のホワイトボードを使って暗算でやってもらいます。なるほど。全部。いやでも、はい、問題はどういうやつ出るんですか。前半はジャブあるんですけど、ジャブ的な問題あるんですけど。なるほど。後半は漢学の本試。もう実際の試験から。漢学の入試問題が出題されるんで、もうそれはもう暗算で解いてください。大丈夫なんですかこれマジで。企画でも正直もう分かんないです。もうどれくらいできるのかもう分かんないです。俺マジ高校生の時案件で入試問題解くと思わなかったよ本当に。そういう本来の用途じゃないからねこれ。だってもう信じられないわ。まあでも君たちならできると信じてます僕は。案件じゃない、俺たち受験に来てんだよ。ごめんふざけんな。間違えました。はい、というわけなんでやっていきたいと思います。というわけでメイクイットパスボーイズ関西学院大学。でも始めますよ。はい、緊張してきた。普通にガチやで、これでもほんまにガチ。わかります。これ音声ですか。音声でいきます。もう音声でいきます。まあちょっと乗っかってんじゃん。さらにリスニング型になってるじゃん。リスニング。いやでもこれはもう問題によって書いたり書かなかったり。あ、ちなみに配点あるんで、前半部分の問題は1点問題が多いです。はい、で後半は結構アップします。あ、なるほど。じゃあ OK、 順番じゃない。準備 OK。 いやこれマジで。じゃあ行きます。はい、問題。182の素因数分解を答えよ。素因数分解を答えよ。惜しい。うわ、負けた。惜しかった。はい。早く言いなさい。273。正解。いやちょっと待って、俺分かった。今俺分かった。なんで早い。分かった。どうやってやってるこれだから。でも2が絶対素因数。素因数。うん。2で割れた瞬間に。なんで次7が次いけるわけ。いや、まあ91が。91は 7×13 って覚えてる、もはや。です。すごいよ、あの、試験官の人ね、はぁーって感じの、すごいな、この子らみたいな感じの顔してされてますよ。あ、でも、僕たち28ですけど。俺らだからあれやで、浪人で言うと11浪目ぐらいやから。それはそれぐらいできたいな。11浪はやばいな。11浪目ぐらいだから。というわけで、読み取り1ポイント。よし。いや、マジでつれ、今の取らなあかん問題だったもん。結構、本当に今のは、待って、どっちの手が下になるかだけだったな。次の問題いきます。はい。
インテグラル3分の 2π から3分の 4π コサイン XDX を求めよ。コサイン XDX を求めよ。やべ、くそ最悪。ちょっと待って、2ルート3。残念。くそ。はい、マイナスルート3。正解。くそ。考える時間がいっぱい今増えましたね。でもこれちゃんとロジックがあって、多分定積分で先に範囲言われてる時にもう、単位が浮かんでます。うお、マジか。120度と240度のところにもう線が引かれてて、あとはコサイン待ちかサイン待ちです。おお。問題です。飽和水蒸気量が残り何グラムの水蒸気が溶けられるでしょうか。はい、56グラム。正解。よし、よし、素晴らしい。よし、あとちょっとです。素晴らしい。56、よし、ありがとう。よし、よし。そうだ、残り何グラムっていうのがまたこれもポイントですね。今何グラム溶けてるか。3分の1でやるな。そう、3分の1で1個引き算になっちゃいました。おお、これはちょっとやったかった。いやー、恋愛1ポイント。よし、今のはすごいよ。もう次の問題です。はい、電眼くんはやばいよ、これやばいよ。10万円を握りしめてとある闇のくじを引きに行きました。やめとけ。そのくじではなんと1等は観客のキャンパスが当たります。どんなくじやよ。お前よく観客それオッケーしたな。お前結構良かった。念願はこのくじをやった方がいいのか良くないのか、期待値の観点から説明してください。メモってほしいですね。いいでしょう。いや、いけますか。マジで言ってる。このキャラリー、はい、期待値が、はい、プラス12万500円、プラス12万500円からこのくじやった方がいい。正解。バグってんだよ。すげえ。マジ算数バグってる。マジですごいと思うこれ。よし、よし、もうすごいと思う。よし、やばいじゃんお前これ。さあ4等は一番ややこしいです。でも4等はマイナス490万円。いや、もう算数は譲るわ、マジで。おかしいって。いや、ほんまにすごいと思う。俺この計算に15分かかってるからね。それはかかりすぎ。2ポイントです。ちょっと待って、うわー、俺どうなるのか。ほら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 、まだね、後半では点数高いんでしょ。そうそう、逆転まで。じゃあ後半のね、感覚いきますかね。はい、今マジ心臓に悪いです。いくぞ。問題、関数 FX イコール X2 乗プラス1分の 2X について F'X および F'X を求めよ。顔シワ。じゃあ F'X でまず、はい、分母が括弧 x2 乗足す1の2乗、はい、分の2。残念。あれ、はい、 x2 乗足す1の2乗分の、マイナス、2x 乗を足す2。正解。これはラッキーですね。読みてくれます。1ポイント獲得。はい、次 f'x もう一回微分してください。これどう見てもこれ今入った人から見たらこれ模試が終わって絶望している風な受験生にしか見えないことでありましょう。5分経過。10分。皆さん、あ、お、よし、いってみます。はい、 x2 乗足す1の括弧の4乗分の 4x5 乗マイナス 8x3 乗プラス 4x。 残念。さっきも、はい、 x 乗足す1の4乗分のマイナス 4x5 乗マイナス 8x4 乗
マイナス 8x の3乗。残念。待って、これやばいな。はい、じゃあタイムアップ。はい、はい、まあもしかしたらちょっとまあまあまあこっからちょっとまあまあまだこの1問だけでなんかさ、あのお前ら2人もうちょっとアンダー頑張るよみたいなやめてよ。そういうこともあるから。次の問題いきます。はい、原点 O を中心とするベクトル OC をベクトル OD で表せ。はい、呼び取り 2OD。 残念。はい、はい、マイナス 3OD。 正解。よしよしはい、電源1ポイント。よし、じゃこういう感じですね。はいはいはい。で、OD がじゃあ問題です、はい、問いに、はい、ベクトル OC をベクトル A とベクトル B を用いて表せ。はい、これいけるわ、これいけるわ、いけるいけるいける、これいけるよ、これいけるよ。はい、はい、最悪だ、待って。はい、マイナス3分の4、マイナス3分の、ごめん間違えた、ごめん間違えた、はい、はい、マイナス、ちょっとやばい、やばい、マイナス12分の、ちょっとマイナス12分の 5A、マイナス、ブレー、うん、はいはい、はい、はい、OC イコール、マイナスの、はい、3分の 4B ベクトル、はい、マイナスの、3分の 5A ベクトル。そうだ、正解。そうだそうだそうそう、俺も今もうめちゃくちゃ悔しい、今めちゃくちゃ悔しい、もう直前でバリバリ。これね、いやこれ意外と買いに来るよ。いや4対5、この問題の難しいところなんなんこれ。いやまあ、なんか問題自体めちゃくちゃ簡単、めちゃくちゃ簡単。ただ内部の4対5っていうのを図で書いてるといつも絶対あのクロスしか忘れない、どっちに書けるかって。はい、でやってるうちにどっちがいいだっけってなっちゃう。というわけで今ね、なんと4対4の同点です。はい、素晴らしい、はい、思考の領域です。私も2人は僕は企画を全うできて嬉しいです。全うしてます。現実してた、現実してた、まあ、よかった、まずホッとしてます。はい、次からもうちょっともうちょっとレベルアップしていきますよ。あ、まあそっちの方がなんかまあ、まあ、やりがいはあるよね。ああ、続いては2020年の物理の問題です。はい、図を書きましょう。はい、はい、エネルギーすごい、これ影響を受けました、開発。これはね、これ超だれ、死ぬほど見てきました。死ぬほど見てきたね、これは死ぬほど見てきたよ。問題です。 C に達するための最小の高さ H を求めよう。ああ、なるほど、そうそうか、なるほど。ちょっと待って、ちょっと待って、はい待って待って、はい、ミュープライム D。 正解。よしよしよし、すごっ。正直図書いてるときに消耗4つぐらい作りました。すげえな、マジで。いや、めっちゃ早いね、今の。でも、ここが分かる分かる、もうミューダス D だ。おめでとうございます。これは1ポイント。いや、ちょっと早いわ。いや、次めちゃくちゃ強いぞ、これ、こいつ物理物理、クソ強いな。めちゃくちゃ強い。これ、次2点の問題です。まず N はバネは自然長からどれだけ縮むか。さあ、どちらが本当に賢いのか。真の賢い者というのはいかなる状況においても冷静に答えを導くものです。さあ、これほどまでに視聴者と自分との戦いを、はい、ああ、これ念願が。距離ははい、分母ラージ M 引くスモール M 分の2スモール M、はい、VD ルート K 分のラージ M。 正解。よし正解。よしよし、素晴らしい。よしよし、すげえ。よし、マジですごいと思う。よし、こればかりは綿密で仕留めたな。ゴルフで今バーディーって感じですね。でもアルバトロスだろ。アルバトロスでいいやろ。でも聞いてたらやっぱあーってなるね。うん、そう。はい、というわけで、じゃあもうラスト。はい、ラストいこう。なんと5対6で1ポイント差、わずかに前回勝利。最後、はい、まあ
できるか分からんけど頑張って。はい、じゃあ問題です。はい。XY 平面上の曲線 C、Y イコール、E のマイナス X 乗を考える。この時、数列 A n の一般項を求めよう。舐めてんのかお前。舐めてんのか。舐めてんのかおら。まあまあまた、やるか、やるか。やるか。ちょっとやるか。ノリさんが相当きそうな感じ。これはもう3点です。これ解けた方が 8です。いやー、この自宅の凄さね、皆さん分からんかな。これでも18歳の受験間近の高校生だったらね、これが、でもこれさ、はい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 、実はこうなんじゃないかと思うんですけど、これを答えれば君の勝利ですね。はい、じゃあ解答お願いします。 N イコール N。なんつった A1 は0ですね。 A1 が0つったんか。じゃあ、はい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 、 N イコール N 引く1。どっちなんだよ。正解！正解！マジで。おめでとうございます。念願真の頭脳を決定。やったー。初項だけ間違えてた。すげえ。なんでこれ先生の方程式出さなあかんじゃん。先生の方程式出したもう黒板使えないダンスですか。いや俺勝てると思ってなかった正直。いいですよ、いいですよ。 N たす1イコール AN たす1の式出た時おかしなことが起きたと思ったんですよ。あ、なるほど。あ、本来式が簡単すぎる。くー、俺2回計算したよ。俺も本当にそんなことあるかと思って。はいはいはい、なるほど。でも E やからまあそれ消える。だからE にしてるんだなっていう。いや、だから感覚がスマートに生きてるから。スマートな問題ではある。スマートな問題出してくれるわけですよ。はい、うん、帰りの車で物理やりません。喋れないで。そんなに。どんだけやりたい。どんだけ。でも今回負けました。惨敗です。改めて念願おめでとう。さあ、おめでとうございます。めっちゃ緊張したこの企画。嬉しい。これでも今日生かしたらクイズノックを凌駕する可能性ある。あ、全然。これに関しては絶対にザワ君に負けたいから。これだったらクイズノック行っても勝てるもん。絶対勝てる。これだったら勝てるもんね、クイズノック行っても。はい、まあ、というわけで、感覚の問題どうでした。いや、でも意外と標準的な問題が多いというか。確かに、だから国立対策してたら、ね、全然解けるというか。そう、そのためのなんかめっちゃ癖のある問題とかを練習する必要はない。だから逆に言うと併願しやすいだから。ちゃんと普通に やって受けて、あ、普通に解けるってなれると思う、国立大学の受験生は。確かに。というわけで、まあ、そんな、両門揃いのね、関西学院大学なんですけれども、もう少しですね、感覚のいいところをね、ご紹介していきたいと思います。はい、というわけで今回ご協力していただいたのは関西学院大学の神戸三田キャンパスでございます。お、家だ。はい、この関西学院大学なんですけれども、はい、受験機会が豊富に用意されておりまして、まあ、一般選抜ではですね、数学理科重視型というね、自分の得意科目を活かせるね、受験ができるという仕様になっております。まあ、基礎的な問題を重視しているというのもありまして、そうですね、国立対策をしているだけで、はい、感覚の対策になっているという。そんなことあるんすか。そうなんですよ。部分集合なんですね。もう数学部分集合なんですね。もう実質も数学十字型のボケすんの。それですね、はい、この2021年の4月からはですね、はい、なんと理系学部はですね、理学部、工学部、生命環境学部、建築学部と4つの学部に分かれてましてですね、はい、非常に豊富に学部が設置されていると。そしてですね、はい、研究環境も、はい、国公立大学と本当に遜色ないレベルで、
まあ、さらになんですけども、はい、まあもう見てもらったら分かると思うんですけど、もうなんといってもね、この豊かなキャンパス、はい、いや豊かだわこれ本当に、やっほーほらすごいよこれ。いやお前が言ってる、まあ、通学にはですねバスが通ってまして、はい、バス、まあ、梅田から直通とかで来れちゃうんで、もうずっとねもうバスで乗ってる間もゆらゆら寝るのもよし、楽しくおしゃべりするのもよし、もうそこにはね理想のキャンパスライフが実現されているわけです。なるほど。でしかもそのバスにはですね、なんか充電器が設置されていて、今のもうスマホ世代にはもうぴったりな、通学スタイルをできることができるこの感覚なんですけれども、はい、まあ、洗顔はもちろんのこと、はい、ぜひともね、併願で、こちらの感覚受けてみるのもいいんじゃないかなと思います。はいはい、キャーかっこいい、感覚かっこいい、あごめん、完成上げちゃったというわけで、まあ、気になった方はですね、概要欄のホームページからぜひ、チェックしてみてください。では今日の動画を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。